カブの酢の物です。これも6人分ですね。カブが大が3個、塩小さじ1/4、柚子の皮適宜。 A の調味料として酢大さじ4と1/2、砂糖が大さじ2、薄口醤油小さじ1と1/2、塩小さじ1/3。作り方は、1、カブは皮をむいて半月切りにし、葉があれば小口切りにする。塩小さじ1/4を振り、10分ほど置きしんなりさせる。2、1のカブを軽く手で揉み、水気を絞る。3、ボウルに A を入れてよく混ぜ合わせ、2を混ぜる。4、器に盛り、千切りにした柚子の皮を散らす、ね、で、あの葉もですね、今日あのしっかり入れていただいて、緑の中に栄養素もいっぱいありますので、あの、まあ、細かく切って一緒にあの混ぜていただきたいと思います。で、柚子もですね、皮をこう薄くこう切ってもらって千切りにするんですけども、柚子の汁もあの株のそのものの中にちょっと入れていただいても大丈夫かなと思いますので、その時その状況で入れていただいても大丈夫です。じゃ次ですね、芋羊羹6人分です。さつまいも 240g で、今日はあの金時芋を使ってます。で、あのいろいろお芋の種類も紅悪魔とかいろいろあるんですけれども、あのナルト金時とかちょっと固めなんですが、金時芋使うと綺麗にあの色があの出ますので、今日はそれを使ってます。で、砂糖が 60g、 塩1つまみで、この塩の1つまみなんですけども、あの砂糖のこう甘さを引き立てるためにちょっと入れるんですね。で、あんまりあの入れると、一つまみの分量ってね、指の大きさにも あのあるんですけども、あの少々って指2本で挟んだと、一つまみって指3本なので、指が大きいとですね、いっぱい入れちゃってちょっと塩羊羹みたいになっちゃうので、あのこの少量で大丈夫ですので、お塩の量はちょっと調整をお願いします。で、水が 150cc、 粉寒天が小さじ1/2。作り方は、さつまいもは皮をむいて、まあ、根に近い部分はアクが多いので切り落とします。で、1センチ厚さの輪切りにし、水にさらす、まあ、1センチちょっと薄めでも大丈夫ですね。で、水にさらして、それから鍋に入れ、かぶるぐらいの水を加えて煮立たせます。で、アクが出たら湯を捨てて、再びかぶるぐらいの水を加えて柔らかくなるまで煮ます。で、一度水を捨てることで口なしを使わなくてもきれいに仕上がります。で、あの一回必ずあのアクが出た段階で一回水をお湯を捨ててですね、もう一回あの水を加えて柔らかくなるまで煮てください。で、2番目として、ざるにあけて水気を切り、裏ごしをします。鍋に入れて熱いうちに砂糖と 塩を加え混ぜます、ね、あの裏ごしをしたら、もう一回あのお鍋に戻しまして、ちょっとこう火を入れながらですね、あのお砂糖と塩を加えていくと、あのきれいにお砂糖がなじみますの であの柔らかくなりますので、そのように焦がさないようにしていただきたいと思います。で、3の別の鍋にですね、もう一個鍋使うんですけども、水と寒天を入れて火にかけ、沸騰したら2分ほど弱火にかけます。で、この3の寒天を溶かしたものですね、それをですね、2の鍋に加えて木べらで混ぜながら2分くらい煮詰めます。で、粗熱を取って型に、今日はの流し缶を用意してありますので、そこに入れてですね、あんまりあの鍋の中で粗熱を取りすぎちゃうと鍋の中で固まってきちゃいますので、あらあらこう流し缶に入れてからですね、粗熱を取ってそのまま冷やして固めます。で、あのある程度粗熱が取れたら冷蔵庫の中に入れますので、あのこちらにお持ちください。で、固まったらカッターから出して切り分けます。で、あのまあ少量なんですけれども、例えばお正月なんかはこの上にですね、あの甘露煮の栗とか出てきますよね。で、それをですね、あの寒天が固まる前に乗せて一緒に固めると栗の羊羹になりますので、
ので、まあ、今日はあの芋ようかんだけなんですけれども、あのとても美味しいようかんが手軽にお家でできますので、覚えていただきたいなと思います。で、今日のカロリーなんですけれども、1人当たりの栄養価が中華丼、まあ、ご飯と別々に分かれてますが、あの具材だけですね、具材だけは173キロカロリー、まあ、とうとうで、カブの酢の物は24キロカロリー、芋ようかんが90キロカロリー、で、ご飯が男性なので180グラムになってますが、302キロカロリーで、まあ、全体食べていただいても612キロカロリーの献立になってます。で、塩分もですね、中華丼が 1.8 で、ちょっと普通の、まあ、しっかりした味になっていると思います。で、カブの酢の物が 0.9、 芋ようかんが 0.2 で、あの合計で 2.9g で、まあ、まあ、男性まあ、1日に9グラム以下に塩分はしていきましょうっていうことですので、まあ、1食で今日はおつゆが入るとこの 2.9 グラムっていうか3グラム以上に塩がなってしまいますので、一応3グラム以下 のメニューっていうことで、今日はおつゆがないのでお茶と一緒に召し上がっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。裏ごしっていうの初めて経験しましたね。それでちょっとね、ご指導をだいぶ仰ぎました。裏ごしのやり方っていうのはね、あんまり、下手なんで、みんなに向かねて、お玉での裏でこうしたらお玉は曲がっちゃいそうだったんで、まあ、非常にこう危なかったんですけども、でやっぱりいただいたすぐ感じるのはやっぱり薄味 で普段いかにね、薄味にしてるつもりでも減塩醤油使ってるはずなんだけど、やっぱりまだ濃かったんだなと、それがすごくね、ぜひ薄味で過ごしたいと思います。はい、ありがとうございます。